かどうかじゃなくて長く感じやすい話の仕方をする傾向があります。皆さんこんばんは、ゼロインから始まる動画職業レッツゴー動画部長部長の遠藤です。今日はですね、タイプ別心理学、話が長い人選手権。タイプ別心理学わからないよっていう方がいると思うんで少し説明します。タイプ別心理学っていうのは人を4つのタイプに分類させていただいて、性格、性質、気質、こういったものがみんな違うんですけども、それをお互いが理解することによってコミュニケーションがうまくいきますよ。で、売り上げが上がったりチームビルディングなんかもうまくいくようになるよねっていうお話をしている番組になります。その中で今日はタイプ別心理学、話が長い人選手権、話がついつい長くなってしまう人の、心理と話の中身みたいなものをご説明していこうと思います。で、話が長い人選手権第3位はタイプ A さん。タイプ A さんはですね、時系列が全然ないんですね。なので話があっちゃこっちゃ飛ぶ。1個の話は短いんですけども、今何を話しているかが分かれかねる。数字が入ってなかったり、主語、述語、文法に弱いんですね。っていうのがタイプ A のお話の仕方になります。そして話が長い人選手権、第2位はタイプ B さん。タイプ B さんは結論まで到達するまでの時間が長い。で、オブラートに包みすぎて遠回しに言いすぎて、結局何が言いたいのかちょっとよくわからないなっていうところがあるんで、実際長いかどうかじゃなくて長く感じやすい話の仕方をする傾向があります。何か聞かれた時にあだこうだあだこうだってこう言い訳、遠回しの時間がすごく長くてようやく結論に到達するっていうのが癖です。そしてタイプ心理学、話が長い人選手権第1位はタイプ D さん。タイプ D さんは、頭がいいがゆえなんですけども、大事なことを今全部伝えたいんですよ。なので、メールとかもそうなんですけど、一文章が長い。1から10まであったら、1から10まで全部今伝えたいみたいな感じのお話の仕方になるんで、授業も長いし、解説も長くなっちゃうし、要点とか割愛するのが難しい方なので、長いくはなっちゃいますね。そして、タイプ心理学、話が長い人選手権、ワースト1、話が一番短いのはタイプ C。です。この人は地頭がいいタイプになってくるんで、すっごく端的、言葉足らずって言った方がいいですね。解説とか説明とかも必要なところだけなので、経緯とかそういう風に思った理由とかも全部省いて、結論のみっていう形になるので、お話を聞いてる人からすると、なぜそうなったんだろうとか、要は公式もわからないし、解き方がわからないまんま、答えポンって出してくるみたいな感じなんで、結構、ん?ってなることが多いです。で、前後で読み取れよとか察しろよみたいなところが強かったりするんで、わからないことがあったらもう一回確認をしないといけないタイプの会話がタイプ C さんになります。お話が長ければいいわけでも全然ないですし、短ければいいかっていうとそうでもないんですけども、上手い人は結論からお伝えしてあげて、なぜそうなるのかっていう説明とかね、あと感情とか背景とかも入れてあげるとすごくわかりやすくなってくると思いますが、ちなみにですね、 C タイプ D タイプは出来事にフォーカスしてお話をします。だから解説が上手いで、 A タイプ B タイプは感情系が多いので、思ったことを伝える、要はここで上手に混ぜるとすごく伝わりやすいお話になるんじゃないかなと思います。ということで今日はこんなところでおしまいにしたいと思います。タイプ心理学、話が長い人選手権でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。